ティルバンナーマライの戦いは、第一次マイソール戦争において、マドラス軍が勝利した二つの戦闘のうちの一つ。1767年9月25日、ジョセフ・スミス大佐率いる東インド会社の陸軍と、ハイダル・アリーの軍の間で戦われた。18世紀の初めのインドアタージクでは、 ムガル帝国がその領域のほとんどを支配していたが、ムガル皇帝アウラングゼーブが1707年に死去すると支配が弱まり始め、各地の地方政権が離反、独立して戦いを繰り広げた。1740年代から1750年代になると、フランスとイギリスの植民地会社が地方諸行の争いに介入。 1757年から1763年までの第三次カーナティック戦争ではイギリスがボンベイ、マドラス、カルカッタを獲得、インド最大の植民地勢力となった。このうち、インド南東部のマドラスの領有は同じく南東部のカルナータカ大使、ムハンマドアリーハーンとの条約が強く影響していた。東部の他の勢力は、トムガル帝国の複合で1720年代に、 独立した、ニザーム王国と、西ガーツ山脈と東ガーツ山脈の間の高原を、領土とするマイソール王国とがある。マイソール王国は、名目的には、オデア・朝の支配下だったが1761年には、ムスリムのハイダル・アリーに支配権を奪われた。これらの勢力は、お互いに戦争を繰り広げ、時には、フランスとインドの植民地会社を味方に引き入れようと、した。 一方の植民地勢力も介入して、あわよくば領土を奪取したり税金を徴収したり、しようとした。ヨーロッパの軍事力と軍隊の連度が、インドのよりはるかに上回ったため、少数のヨーロッパ軍でも大勢のインド人不評や、騎兵に勝てたのであった。1767年9月3日のセンガムの戦いで、ハイダル・アリーに勝利したマドラス軍は、同25日に、ティルバンナーマライで、 再度海戦に挑んだ。マドラス軍は海戦に勝利し、マイソール軍は4000人と64兆の銃を失った。イギリスは1790年にティップウスルターンに奪われるまでティルバンナーマライを保持した。戦闘に負けた後、ハイバルアリーはイギリス軍に和平を申し込んだが断られ、続いて全軍を集結させて再度決戦に挑んだ。今度は、 大将を治めたハイダルアリーはマドラスまで、あと5マイルのところまで攻め寄せ、イギリスは慌てて講和した。1769年4月3日に結ばれたマドラス条約では、相互の占領地と捕虜の返還、及び防衛同盟などが定められた。ありがとうございます。